はい、どうも皆さん、シムです。今回もですね、すくってやっていきたいと思います。最近気になっているのが、この右下の3692っていう文字が、なんか、最初は何だったか忘れちゃったんですけど、なんか増えてるような気がするんですよね。まあ、そんなことはわかんないんですけど、どうなってるか。まあ、やっていきましょう。昨日な、この前何をやったんだっけな。別館行ったんだ、そう。佐野がいたんだ、佐野が。ちょっと、ここ開くかな。調べられない。興味深い。興味深い。俺が言う言葉じゃないな、そういうのは。地下もあるんだっけ？ん？あ、上登ったんだ、今。ん？違うよね。こっから行けるんだよね。地下あるんだね。鍵がかかっている。ちょっと待って、何を持っていたのかを見よう。脚立を持ってた。脚立を手に入れたのか。そうそうそう。どこで使うんだろう。脚立ね。おー、なんだこれ。鍵がかかっている。いけないようです。じゃあちょっと上行きましょう。脚立か。何に使うんだろう。板が打ち付けられている。絶対なんかあるな。鍵がかかっている。ほうほう。鍵が、ここから外見える？わかりません。じゃあ、あそこ脚立かけられないかな？物。脚立であってるよね。脚立を使った。ほらね。よし。開くぞ。なんだこれ。鉄棒？鉄棒？鍵が入っていた。引き出しの鍵を入手。おお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 、びくった。うわ、首？やべえよ。やばいな。やべえよ。引き出しってここじゃないよね。あれだろ？コンチの妹の首でしょ？じゃあ、あいついるじゃん。白いなんか、ゾンビみたいなやつ。ちょっと、佐野に報告。なんだ。あ、ここ、開くかな。引き出しには鍵がかけられている。おお。引き出しの鍵を開けた。鍵を入手した。何の鍵？はいはいはい。別館1階で使える鍵と。はいはい。じゃあ、使いましょうか。使っちゃうよ。おー、びくった、もう、サーノ。お前なんでそこにいるんだよ、サーノ。鍵がかかっている。使用する。鍵を開けた。なんだこれ。5つのボタンがある。マウスで操作。お。押す順番が違うようだ。ほーん。あ、待てよ。足の本数だったりするのかな。潤滑油？潤滑油？潤滑？潤滑油？油？足の本数とか？ 6、4、7、3、11。なんだ？ねえ、うしとら、たつみ。あ、それかな。ねえ、うし。あ、それだ、たぶん。待てよ。勘が、当たるな。ねえ、うし。あ、待って。忘れた。ちょっと、ひぎ携帯を使う。ちょっと待ってよ。今、今ね、さっきの動画を見てやろう。ま、かなりずるいけどね。ちょっと待って、一回戻ろう。戻りたい。キャンセル無理。はい。なんだったっけ。6、4、7、3、11。6、4、7、3、11。今、携帯で。そこの場所にたどり着く。6、4、7、3、11ね。
4731、ちょっとカットするな。毎回佐野にびっくりしてんだけど俺。そうか、今ちょっと動画見て思い出したけど、昨日変態集めてたんだ。違う王様が変態集める絵本見てたんだ。じゃあ行きますよ。じゃあ行きまーす。5つのボタンがあると、マウスで操作、まず 6ですね。まず6464なので、ちょっと待ってよ。64なので、ねえ、うし、とら、たつ、み、たつ、み、で、4、ねえ、うし、とら、ん？なんか、間違え、ねえ、うし、とら、う、たつ、み、う、たつ、み、う、合ってた。あぶねえ。う、ねえ、うし、とら、う、うってなんだ？うってなんだ？うってなんだっけ？ねえ、うし、とら、う、ねえ、うし、とら、う、う、たつ、み、うはなんだろう。犬は違うよね。こいつか？う、三、六、四、三だっけ？六、四、七、三。たつ、み、馬、七、三。ねえ、うし、とら、とら、犬。よし。なんだなんだな。おお。なんか、ビフォーアフターにしては、小さくないか変化が。ちょっと、セーブしてこよう。ビフォーアフターにしては変化が少なすぎないか。よいしょ。いや、なんか、勘が冴えてるね。出たよ。ん？釘抜きハンマー。今度釘を抜く方か。ああ、釘抜きか。板だね、じゃあ。あの、板ついてるところをやるんだね。ちょっとセーブしとこう。どうだっけ？板ついてるのは。この上か。絶対いるよな。さっきからそればっかり言ってる気がするんだけどな。絶対いるっていうのばっかり言ってる気がする。さあ、で来るよ。うん、来なかった。釘を抜いて板を外した。いきまーす。お？お？お？ちょっと調べるもんないよね。これ何なんだろう。おお！なんだよ。お、なんだよ。あ、なんだ、びっくりした。え、あ、え、あ、なんだ、びっくりした。こっちがびっくりした。あ、ほんとだよ。ほんとこっちがびっくりした。もうイヤホンつけてたもん、ね、死んだわ。もしかしてあんたが、佐野とはぐれたの？え？佐野に会ったの？どこ？佐野の彼女とか？ちょっと、レベル高すぎないか？佐野の彼女。一体、やっぱり佐野の知り合いか。うん。私の彼氏。なんか不釣り合いだよな、なんか。なんだ、そうなのか。佐野。じゃあ彼氏のとこまで案内してやるよ。私は安倍、あんたは？あ、私は、くもこ？ん？うんこ？え、じゃあ僕、ちょっと、ごめんなさい。私は何を言っているんだ。うんこなわけがないだろう。河村、なんか。そうか、じゃあ行くか。うん。鍵がかかっている。かかっているし、鍵が、はい、ある。地下室の鍵を手に入れた。鍵を開けた。ああ、なんだ、同じ部屋なのか。多分、佐野死んでんだよな。うん、佐野死んでる。あ、待って、セーブしとく。あの、佐野死んでます、多分。あの、死亡フラグ立ってるような気もするんだけど、いなくなってるか。あ、いなくなってる。あ、いた。おー、よかった。感動の再会です。うん、うんこ。やっぱ、不釣り合いだって。佐野。ふう、よかったな。
じゃあここは危険だから早く帰りな。あ、そうする。ありがとう。いや、お前も帰れよ。なんだと？ おほ、こっちのパートか。めんど。早く帰れ。ん？帰れ。今人いたよな。なんだろう。そういえばさっき女の人、うわあ、さっきのそうかもしれないって。いやあ、やめろ。ああ、佐野、行くな。帰れ。佐野、帰れ。佐野、やめろ。帰れ。誰もいない。ああ、佐野、お前デブだな。おい、佐野、やめろ。早く帰れ。うわ、なんか手がリアル。リアル？リアルじゃない、三次元。スリ、うわぁ！うご、おご、おご。あ！佐野。何やられたさ。佐野、ナイフ。うわぁ。ああ、やめろ、刺すな。あかん。逃げろ、佐野。お前はここで死んじゃあかん。俺の気持ちがなんか変になる。やめろ。目が、ああ、目、うわぁ。グロい。遅いなぁ。お前は行くな。どうしたんだろう。やめろ。うわ、なんか、ああ、逃げろ。逃げろ、早く。おお、じけづくな。腰が抜けて、そんな。嫌だ、やめて、来ないで。ああ。連れてかれてる。まさか殺したやつ、ほとんどのやつ首切ってる系？まさかそんな、あまりにもひどいな。怖いというか、びっくり系っていうかさ、やむ。やむ。なんかもう、やだわ。地下室行くか、ちょっと向こう行きたくない。鍵を開けた。う怖い。はい、ということで今回はこのくらいにして終わりたいと思います。いやー、ちょっと佐野が死んだの、もう、メンタルブレイク。いやー、かなり心に来ました。はい、もう、結構、怖いです。ということで、この動画が面白いと思ったら次回また見てください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね。